はい、皆さん、こんにちは。世界史一問一答、第37回目になります。担当久保田です。よろしくお願いします。じゃ早速、第一問からやっていきましょう。はい、えー、問いの一番。1829年、イギリスで制定されたカトリック教徒に対する差別を解消した法律を何というか。さあ、どうぞ。 回答は、カトリック教徒解放法です。カトリック教徒は、イギリスにおいてはですね、公職につけなかったわけですよね。イギリスでは、イギリス国教会が優遇されていて、国教徒、イギリス国教徒が優遇されていて、カトリック教徒とかはね、公職につけなかった。で、これで、あの、この解放法によって、公職につけるようになったわけだね。はい。 ま、そのちょっと前には、えー、ピューリタンも公職につけるようになってます。で、そこからカトリック教徒も解放されると。まあ、こういう流れになっております。はい。では、次行きましょう。イギリスの中産階級や都市労働者が行った参政権獲得のための政治運動を何というか。 はい。チャーティスト運動ですね。えー、プルズチャーター人民憲章というのを掲げて、参、え、政、ー、権獲得運動を行っていました。イギリスの選挙法改正というとですね、第1回選挙法改正が、1832年。この時、腐敗選挙区が廃止され、 そして産業資本家のみが選挙権を得ました。なんで産業資本家のみなんだ一般の労働者、俺たちだって働いてるじゃないかっていうふうに怒った都市の労働者たちがですね、賛成権獲得運動をこれ以降行っていきます。まあそういうのがですね、このチャーティスト運動ということになるわけです。では次の問題に行きましょう。 反穀物法同盟を主導したイギリスの自由主義政治家を2名答えよう。コブデン・ブライトですね。コブデン・ブライト。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ次。問いの4番。 ギリシア独立戦争のロシア・オスマン帝国間の講和条約は何かアドリアノープル条約。オッケー。アドリアノープル条約。いいかなじゃあ、えー、次の問題を見てみましょう。 丸×マルバツで答えよ。1830年のロンドン会議では、ブルガリアの独立が認められた。さあ、これ丸か×か考えてみてください。はい、答えは、もちろん×。ブルガリアじゃなくて、 ギリシアですよね。ギリシアの独立。ギリシア独立戦争はですね、誰が火星したかっていうのがよく問われますね。えー、バイロン。ね、ロマン派のバイロンっていう詩人。チャイルド・ハロルドの遍歴っていうのを書いたね。あのバイロンと、あとドラクロアですよ。画家のドラクロア。ドラクロアは絵を描くことで、 えー、貢献したわけだよ。ギリシャの独立について。それを支持を訴えた。えー、ドラクロワが書いた絵はキオストの虐殺と言います。はい。まあ、ギリシャ独立戦争ね。まあ、当時19世紀の前半っていうのはギリシアに憧れがあったんですよ。ヨーロッパ全体で。まあ、そういうのも影響しています。じゃあ、問いの6番行きましょう。イングランド中 北部を中心に展開した機械打ち壊し運動を何というか。はい。ラダイト運動。まあ、あるいは、ラダイト運動っていう風になっている時もありますね。まあ、産業革命の、まあ、時に機械がたくさん発明されました。 ジョン・ケイの飛び火、ハーグリーブズの多軸防石機、アークライトの水力防石機、クロンプトンのミュール防石機、カートライトの力食器。まあ、そんな感じで、えー、工業でね、たくさんの機械が発明されたわけですけれども、この機械の発明によって、まあ、食を失うっていうことを恐れた、えー、人たち、職人さんたちが、まあ、機械を壊したり、あと発明家を訴えたり、工場をぶっ壊したり、ね、 そういうふうなことをやりました。機械打ち壊し運動。結構物騒ですけども、このことをですね、ラダイト運動というふうに言ってるわけ。いいですかね。はい。じゃあ次行きましょう。工場法制定に尽力したイギリスの社会主義者は誰か。ね、はい。考えてみてください。 オーウェンですね。応援。えー、このオーウェンっていう人物なんだけれども、まあ、後にですね、マルクスとかエンゲルスとか、えー、科学的社会主義を自称する人たちから、まあ、空想的な人たちだっていうふうに、こう批判されますね。うん。オーウェンとか、こういう人たち、初期の社会主義者っていうのは空想的であるっていうふうに、後のマルクスとかから批判されるの。 マルクスとかエンゲルスっていうのは自分たちのことを科学し科学的社会主義、ね、理論があるんだっていうふうに捉えてました。で、こいつらはないぞ。あの空想的だっていうふうにね、言ってたね。はい。えー、まあ、次行こうか、じゃあ。マルクスとエンゲルスは1848年2月におにゃららという考慮宣言を発表した。うん。 はい。マルクス・エンゲルスが発表したパンフレットみたいなのね、何と言いますでしょうか。<noise> はい。答え。共産党宣言ですね。まあ、パンフレットみたいなもんですよ。普通に薄いやつ。うん。あの、共産主義者っていうのが何を主張したか。 っていうのがね、簡潔にまとまっているので、あの、まあ、常識としてね、えー、大学入って、まあ、読むっていうのは別にいいかもしれないですね。積極的におすすめだとかっていうふうには言わないけれども、あの、まあ、あの、ね、社会主義とか共産主義者がどういうことを主張しているのかっていうのは、これ読むとわかります。 あの、万国の労働者を団結せよっていう有名な言葉があって、労働者って一人一人って弱いじゃないですか。だから、労働者は、あの、団結してね、雇い主に対して、あるいは資本家に対して、えー、まあ、要求を突きつける。まあ、そうすれば、ね、あの、自分たちの労働者の意見が通るかもしれない。まあ、そういうふうなね、今当たり前の常識になっていることっていうのは、まあ、ここでも主張されています。はい。まあ、そんなところでしょうかね。 はい。じゃあ、今回はね、以上になります。はい、お疲れ様でした。今回わからなかったこととかがもしあれば、必ずその日のうちに用語集や資料集を確認して復習してください。その地道な復習が次の勉強につながっていきます。では、頑張りましょう